にちは、大変お久しぶりになってしまいました。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今月久しぶりの動画はですね、トピアリーっていうのを作ってみたいと思います。トピアリーっていうのは主に結婚式のその挙式会場とかで飾ってあるオブジェ、そうですね、なんかウェルカムボードみたいな、横になんかこう立てかけられてる感じのアイテムを作ってみたいと思います。使う商品は写真でご紹介します。まずこのセリアで買ったスポンジを使ってちょっと色合いを黄色と緑のカラーにしたんですけども、今回緑を使おうと思います。この緑をこの厚い部分は今回いらないので、ハサミか何かでちょっと切ってちょっと2つ合わせたいと思います。切ったスポンジがこんな感じになりました。今回ちょっとカッターで切りました。カッターの方が一番切りやすいと思います。こう接着されていた面があって、ここをここの硬いところに沿って切り込んでいって、でこれを3つ作りました。でこちら切り込んだので、貼り合わせ方としては、綺麗な方を、磨く部分ですね、磨く部分を中にしたり、で、逆にこの切ったところを、この切ったところで合わせたら、目立ちにくいんじゃないかなと思います。こういうふうに接着していきます。接着してきたら、今度はこのちょうど直方体になってるんですけども、うまい具合に丸く丸を描いて、で切り込んでいって、で球体を作っていきます。で3つに合わせたスポンジをこのように、球体に近い形、完全に球体じゃなくても大丈夫です。カッターとあとはやはりハサミの方が結構切りやすかったので、細かいところを揃えるにはハサミで切れた方がいいと思います。これで早速このご家庭にならどこにでもあるこの余りがちな割り箸を刺していきたいと。穴を開けるときにこういったその目打ちか手芸用の針でも刺繍、縛りでもいいと思うんですけども、ちょっとこれで使ってみました。だいたい割り箸の中心がここら辺ぐらいまで来たらいいと思います。でこれで上部分は完成したので、下の方の土台を作っていきたいと思います。この中には、綿をかなり敷き詰めています。100円均一のこの手芸用綿を使ったんですけども、大体3分の1ぐらい使っちゃってもいいぐらいな感じの量を
このカップの場合は入れました。これもセリアに売ってました。まあ、まず1段目綿を入れて、で、まあ、2段目は半分だけ出して、半分だけ入れて、まあ、この割り箸を刺したまま残りの綿をこう、まあ、回しながら詰め込み入れていって、で、まあ、安定させます。で、まあ、これだけではちょっとあの綿がはみ出てしまうので、私はちょっとマスキングテープを貼ってみました。まあ、こんな感じにしていくとだいぶ抑えられると思います。で、まあ、一度まあ補強のためにも、まあ、このお箸をこう刺すときに、まあ、接着剤か何かでつけておくとより強度が高くなっています。次はこちらのマスキングテープを、貼り合わせて作ってみたいと思います。